のに本当にマカロンのことも知らないの？嘘はついてないずら。スクールアイドルの曲だとたまにマカロンっていう言葉が入ってるよね。何なんだろうって思ってた。みんな都会の流行何も分かってないんだから。まあヨハネ以外の子たちは正直言って田舎の子っていうか、ヨシコさんだって同じですわ。ヨハネは下界に来たのは最近だけど、沼津と内浦じゃ大きな差があると思うんだ。確かに差はあるかもしれないな。沼津の人口は約20万人もいるんだよ。はい、ではヨシコさん、マカロンについて教えてください。マカロンはね、髪の毛につけるアクセサリーのことなの。え？まあいわゆるヘアアクセサリーってやつ。へえ、さすが。でしょでしょ。マカロンのマカはマカロンのマカなんだよ。ほう、マルもそのマカロンっていうのを頭につけてみたいずら。あのね、マカロンってお菓子のことだと思うんだけど。あれ、そうなの？丸くてパステルカラーのコロッとしたお菓子だと思う。多分だけど。そうなんだ。マカロン、きっと美味しいんだろうな。じとーん。うっ、何この視線は。っていうか、そっちのマカロンの話？お金はあっちのマカロンかと思って、勘違いしちゃった。ヨシコちゃん。嘘はいけないぞ。まさかまさか、もしかして嘘つきよっちゃんになっちゃったの？まさか嘘なんかつくわけないし、ヨハネがマカロンのことを知らないわけないし。だっていつでもヨハネは真実の存在なんですもの。知ったかブルはスクールアイドルには似合わないわ。かっこ悪いで。知ってたし。ルビーね、学校から帰る途中にハンバーガー屋さんとかコーヒー屋さんがあったらいいなって思ってるんだ。コーヒーは苦くて飲めないけど、おしゃれな感じするでしょ。それいい。この辺だとお店の選択肢はあんまりないもんね。いっそ裏所の隣に作っちゃう？ファーストフード。内裏に足りないものがあるのならドドーンと作ってみせましょう。ほー、さすが、お金持ちはスケールが違うね。ハンバーガー屋さんとクレープ屋さんとドーナツ屋さんと、あとおしゃれな雑貨屋さんとか。ヨハネたち、もっとおしゃれになっちゃうわね。楽しみだな。マルたちも都会の子になれるかも。ハンバーガー屋さんで新曲の相談とかしたら絶対可愛いよね。うわー、ルビーもそういうのしてみたい。なるほど、これが都会のスクールアイドルなんだね。放課後がもっと楽しくなっちゃうかも。じゃあ校舎の隣にハンバーガー屋さんとクレープ屋さんとドーナツ屋さんと雑貨屋さんを作る方向でいきましょう。お断りしますわ。いいじゃない、スクールライフが充実するわよ。ビジネス的にも得策とは思えませんわ。なんで？当たり前でしょう。いらっしゃるお客様が少ないですもの。損して得とえ。ダイヤったらビジネスのことも分かってないのね。むっかー、何度も言わせないでください。そんなことはできません。ダイヤのキャッチンボール。喧嘩はダメだよ。はあ、話し合いの結果、我々は一つの結論を見出しました。都会らしさは都会の子にしか出せないと。ずいぶん頑張った割に切ない結論ずら。まあ仕方ないんじゃない。都会に住んでないのに都会の可愛い子みたいになれるわけないよね。ルビーちゃん、ごめんね。マルがもっと力になれたらよかったのに。あ、もはや私たちも都会の子になるしかないのでは。まさか東京に引っ越すなんて言わないよね。引っ越しは無理だよ。厳しいよ。こうなれば私の力で
内浦を巨大都市に成長させるしかありませんわね。そんなことできないでしょ。できたとしても何十年かかるんだって感じだけど。待って、マリさん。こんな残念な結果で終わる私たちではありません。都会らしさをゲットするのはまたの機会のお楽しみにして、スクールアイドルとは何かもう一度考えてみない？スクールアイドルとは何なのか別の視点から探ってみましょう。